無理色忍者フアは、ブラジルの男性総合格闘家。パラナ州クリチバ出身。ユニバーシダデダルタ所属。元エリティックスック世界ミドル級王者。プライド時代は、シュートボクセアカデミー仕込みの荒々しいファイトスタイルと、リングネームにちなんだ忍者の格好での入場などで、人気を博した。実定に総合格闘家のマウリシオ将軍がいる。年月日。 メカワールドベールツードでプロデビュー。2001年5月1日、初参戦となったシュートでゴーノ・アキヒロと対戦し、判定ドロー。2001年9月24日、プライド初参戦となったプライド16で松井大二郎と対戦し、TKO 勝ちを収めた。2002年4月28日、プライド20でマリオ・スペイヒーと対戦し、判定勝ち。 2002年11月24日、プライド23でヒカルド・アローナと対戦し、判定負け。2004年4月25日、プライド・グランプリ2004開幕戦のヘビー級、グランプリ1回戦で、セルゲイ・ハリトーノフと対戦し、パンチラッシュで小負けを喫した。2006年6月4日、プライド武士道、その11のウェルター級、グランプリ1回戦で、 デニス・カーンと対戦し、小負け。2006年9月30日、刑事0時18で、英国ミドル級王者マーク・ウェアーと対戦し、片方目で一本勝ち。2007年6月22日、エリティックスックとストライクフォスの合同大会、ストライクフォス、シャムロック VS、バロニのエリティックスック世界ミドル級王座決定戦で、上位ビラセリオールと対戦し、 パウンドで TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2007年9月15日、ハーイ州で開催されたエルティックスク世界ミドル級タイトルマッチで挑戦者ロビーローラーと対戦し、左ストレートでダウンしたところをパウンドで追撃され小負けをキッシュ王座から陥落した。2007年12月、シュートボクセアカデミーを離脱し、マウリシオ将軍アンドレジザラと共に新チーム、 ユニバーシュナでダルタを結成した。2009年4月5日、ドリーム初参戦となったドリーム8で、福田チカラと対戦し、判定負けを喫した。2011年5月21日、バンマ世界ミドル級タイトルマッチで、トム・ワトソンに挑戦し、打撃で小負けを喫し、王座獲得に失敗した。2012年9月6日、ボティビー、フィーリョビエス、忍者で、パウロ・フィリオに敗れ、 試合後に引退を表明した。ありがとうございます。